お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、何をしますかと言いますと、柿の摘果作業、7月からの摘果作業と柿剪定についてお話したいと思います。もうね、結構暑くなってきて、梅の収穫が終わり、前も言ったかな、柿の管理作業に入っていきます。で、庭の柿とかも、今結構緑色に葉っぱできるんではないでしょうか。そういった方々のために、本日は夏の管理、摘果作業、柿剪定について重要なポイントをご説明したいと思います。で、これ知ることで、管理してる柿の実の収品率がまず一つアップします。で、もう一つに大玉生産。もう一つ管理の向上になりますので、ぜひ最後まで見てください。逆に知らないと、こんな小さな実になったり、商品、価値の低下ですね。夏の7月上旬にかけて、生理落下っていうのが、木が信号を出して実が勝手に落ちてしまうっていう現象も起こり得るので、柿の夏の摘果作業。もうめちゃめちゃ重要なってきますので、よろしくお願いいたします。でまず今日はまあ何やって言ってるかというと、摘果とは何か、まあ、柿剪定とは何か、で、する理由、で、ポイントまた 1,2,3。で、親父が説明していきますので、よかったら最後までよろしくお願いいたします。で、まず摘果とは何かということなんですけれども、柿の摘果とは、悪い意味を落として、いい意味を残す作業。もうこれ単純でシンプルなんですけれども、はい。こんな意味ですね。摘果忘れの枝であったり、遅れ花の先の方にちっちゃい枝。で、経過とかもあれば落としていく。で、いい意味を残していくっていう作業になります。で、プラスもう一個。摘果プラス、ハサミ使ってね。これが、摘果バサミ。で、これが剪定バサミなので、こっちを使って、柿の剪定っていうのもやっていきます。剪定、夏の剪定をすることで、成長促進を抑える木自体強くなっても、実に栄養、比例はしないので、で、糖分や養分などの集積させる技術になっております。はい。冬の剪定とは、まあ、内容的には握っているんですけれども、まあ、収量、糖度、調節が可能で、品質の高い柿が作り出せることができるということですね。まあ、この二つ、二点だけ、たった二点だけ覚えて帰ってください。今年はね、ちなみに、渋柿、うち山柿とも、着火数が結構、豊作。まあ、去年もそうやったんですけど、先ほど見せた摘果の忘れとか、遅れまだ残っている農園が多いんで、まあ、こういう梅雨の時期、早かったですからね。日照不足により生理落下が4月上旬ぐらいに起こり得るんで、生理落下が落ち着いてから、丁寧に摘果の方お願いいたします。摘果の目安ですね。目安で言いますと、だいたい渋柿で8日比、まあ葉っぱが15枚から18枚あるところに実をだいたい3から4を残していく。で、甘柿は逆に18枚から20枚、ところに2から3つぐらい実を残していくことによって、単純計算で 10R あたり一旦ですね。で、渋柿だと1万5000か、甘柿だと1万か、渋柿で3と、甘柿で 2.3 って形になっております。はい。まあ、庭の柿でもだいたいそんな感じで、15枚あるところに3つから4つ、渋柿でしたらね、残していただければ分かりやすいんではないでしょうか。で、もう一個、もう一つ目、二つ目ですね、二つ目。新梢管理です。柿剪定の新梢管理。まあ、摘果と、一緒に樹勢の強い枝。結構伸びてる枝があると思うんですけれども、そういった徒長した立った枝を不要な除去していきます。それにすることによって風通しが良くなって、病害虫の、これから夏暑くなっていきます。病害虫の発生が多くなるんで、そちらの管理もしやすくなる。前回動画を開けた薬剤散布ですね。薬剤散布の農薬散布、かかりやすくなり、まあ防除の効率もアップします。で、もう一つ最後、光。これから日照良くなっていきます。で、日照管理っていうのが、葉っぱとの光合成がしやすくなり、秋口に色の良い柿ができるようになりますので、この3点、病害虫を防止、防除効率、光合成、促進、この3つのために、柿剪定というのも、後で親父が実際やっていきますので、見ていただければと思います。それぐらいですかね。はい。では、摘果と柿剪定、この2点を重要しながら実際やっていきますので、現場を迎えたいと思います。さあ、行くぞ！摘果作業を行います。5月に摘来作業をして、忘れた実なり病害虫の実なりで、あと邪魔になる枝と長枝もあるので、切っていきたいと思います。それではやってみます。昔まあこれ見てくれた通り、木がまあ、2メーター50ぐらいですか、4段の三脚でだいたい今は足るんですけど、昔は5段なり6段。いや、今でもそういう家もありますが、高い木を売ってました。
まあ、それはどうしても効率も悪く量は取れますが危険性も高いので、このように定時効にしました。それでは作業しますね。これ遅れ花、これが本来の実ですが、小さな実ね、こういうのが後から出てきたので、まずこれを、まあ、刃はできるだけ切らないように実だけをこのように切っていきます。で、渋柿なんで、まあ9月から収穫するので、収穫しながら実また大きくなっていくので、ちょっと多い目に一枝にだいたい一つを目安に置いて、でそこから病害虫となり変形を落としていく程度にします。このように送ればな、これ二つなりね、二つなりの場合はどちらか綺麗な方の、まあできるだけ、まあ上さえ向いてへんだら横でも下でも大丈夫です。日焼け防止でね、でも邪魔な枝なりこのように、まあうちではまあ邪魔な枝ね、30センチ以上の枝はもう大体切っていきます。短い枝はまあまた来年の結果母子にもなる場合があるので置いていきたいと思います。これ3つなりね、1つにします。でこれ1つ送れ花、これ変形ね、これ送れ花、このようにして1枝に1個ずつですね、このようにしていけば綺麗な実ばかりが残ります。で邪魔な枝、徒長枝っていうこういうまあね、幹の背中から立ってる枝ね、これはどうしても薬剤散布なり邪魔な枝にもなるんで、あまりねこういうのも切っていきたいと思います。短いのはまあ置いていく。なんかこの幹から背中から横に出た枝はね、まあ来年使えると思うから、この立った枝、背中からまっすぐに天に向かって立ってる枝をこのように落としていきます。でもこの程度邪魔な枝ね、でまあ短くてもこう邪魔な枝も切っていってもらって、まあ、この辺はどっちでもいいですけど、まあ、来年のためにこういうのが置いてきます。こんな感じですね。はい、こんなとこですか。このように綺麗にはなってきますね。このように、はい、まあこんな程度で言います。鉄火作業、夏場の鉄火作業ですね。ポイントをしていきます。まず、先ほど言ったように、一枝に一つにする、一つにするということと、徒長枝ですね、枝、邪魔な枝を切除するということと、あと変形化などを落とす。はい、それでまあ作業終了。注意点はまあ見落とし、遅れ花なり病害虫化の、見落としをしないことと、まあ、できるだけ葉っぱを切らないぐらいですかね。はい、作業していただければ9月にいい実が収穫できると思います。次回は、冬柿の摘果作業を行いたいと思います。冬柿は渋柿よりもやっぱり実が大きくなりにくいので、着火量をやや制限していきたい。一枝に1個じゃなくてもう少し少ないめにしていきたいと思います。以上です。30センチ以上、消化これた気がするか、はい、それではよろしく。はい、いかがでしょうか。あんな感じで実際7月の管理、テリカと柿剪定いやいややっていくんですけども、これがね、だいたいまあ8月になると仕上げ鉄火、まあ、突っ張り作業っていうのもまあ次回にも今後やっていくんですけども、それまでこちらの作業やっていきます。はい、気温もね、どんどん暑くなっていくんで、こういったまだ梅雨の時期、梅雨というかまあ涼しい時期に先に作業を淡々コツコツやっていくことがコツとはなっているんで、皆さんも体調管理とかまあ無理せずに日々管理作業よろしく
お願いいたします。では、次回もためになると思いました。チャンネル登録、登壇よろしくお願いいたします。ではまた、次回、さよなら。